見ちまった。見ちまったのに、おかしいな。見られてることにすら気づかれないってどういうことなの？ということで、SCP 紹介動画第2弾でございます。まあ、ケテルのアベルさんからしたら全員雑魚なんですけどね。そのクッソ弱そうなパンチで何ができるの？それで、今回もちゃんと癒し枠は用意してくれてるんだよね。ああ、今回の癒し枠はこの羊ちゃんだよ。ほらほら、お肉が欲しいかい？お前いつか絶対羊に殺されるぞ。てか、癒し枠がないとただのホラーなんだよな。まあ、今回はそこまでホラー枠はいないよ。そんなわけで、今回の SCP はこの4体だ。おお、今回はこの4体を紹介していくんだね。って言っても、こんな紙切れ見ただけじゃ何にもわかんないけど。うむ、早速召喚していきますかね。まずは SCP-109、無限水筒から紹介していくぜ。あれ、思ったより施設が小さいわね。それだけ危険が少ないってことなのか？あらー、無限水筒ちゃんが設置されてますねー。この SCP はその名の通り、無限に水が入ってるのです。え、それって逆にありがたいやつじゃない？全然怖さも危険性もない SCP じゃん。そうだね、別に危険性とかはないと思われる。こいつ一つ持ってるだけで暑い夏を乗り切れるからね。水分補給対策にもなるし、別の用途にも使えちゃうよね。でもさ、過去に何かしらの事件を起こしたりとかしてないの？いろいろと試験をした結果。した結果？非常に美味しい水で体にも健康的だということが分かったんだよね。いやいや、めっちゃいい水じゃねえか。まだ謎は多いけど、害のある水ではないんだね。その通り、草などの成長を促進もしてくれるのです。まあ、このマイクラ世界では骨粉の役割を担ってるね。へえ、無限に使える骨粉とか便利すぎない？てか、これを誤って横に倒した状態で放置してたら、ずっとその状態が続けば世界中が水没しちゃうだろうね。いやー、一回だけ実験としてこの水筒を壊してほしいんだよな。確かに、壊したら水がそこから出続けるのかどうかだよね。まあ、別に害はないならありがたい方の SCP なんじゃないの？うむ、俺はこの水を使って自宅でオクラを栽培しようと思う。そんなしょうもないことに使うんじゃねえよ。ちなみにこの水筒、大きさ的には 2.8 リットルの水が入る大きさだよ。これを持ち運ぶのは結構きついかもだ。ああ、約3リットルってなると結構な重さかもだね。でも、この水筒一つで国を救えるレベルだからすごいよな。それでは、次の SCP を紹介していきましょうかね。お次は SCP-53、幼女です。幼女？ねえアベル、絶対個人的な思いでこの SCP を選んだよな。いえいえ、ただ単にこの SCP を紹介したくて選んだだけですよ。はい、こいつはユークリッドだから、危険性を秘めてるよ。絶対普通な幼女なわけがないよね。怒らせたらとんでもない能力を解放するに決まってる。あらー、可愛らしい女の子の部屋ですね。この中に、幼女タンが、はぁ、お前に危険を感じたらすぐに通報するからな。でも、この部屋を見る感じ本当に幼女なのか？そこまでアテネさんが疑うのであれば、実際に見てみますか。別に襲ってきたりするタイプの SCP じゃないから大丈夫だよ。その前に、本当に幼女いる、本当に幼女いるじゃん。わぁ、ちっちゃくて可愛いですねー。だけど幼女とて SCP なのは変わりないのです。え、普通に攻撃してきたよ。いや、あんたが近づいたから本能的に攻撃したのか。この幼女に接触した人は激しい被害妄想を発症しちゃうのです。そしてその近くの人間に殺意を抱きます。っていうことはさ、この子の近くにいた人はこの子を殺そうとするってこと？いや、絶対に殺せないんだろうけどさ。その通り、この子に危害を加えようとした者は心臓発作を起こしちゃうからね。しかもこの幼女は傷を瞬時に再生する力を持ってるよ。とんだ化け物じゃねえかよ。てか、瞬時に傷を再生できるってかなり強い能力じゃない？まあ、危険な能力だけど見た目や性格は普通の女の子なんだよね。つまり、君と遊んであげられるのは僕しかいないということだ。今すぐ警察に通報してもいいんだからな。でも、誰も近づけないってことはずっと一人ってことなんだね。幼女の皮をかぶった何かなんだ。お、ちゃんとトイレも用意されてるじゃーん。おい、あの子が使うトイレをお前が使ってんじゃねえよ。どや、アベルさんのサービスシーンやで。あ、今モザイクになってるから視聴者には見えてないよ。ちょっとそれはさすがに栄養妨害なんですが。おい、あのおっさん何してるんだ？え、さっきあの子がトイレに入って言ってたよね。あの変態野郎まさか覗こうとしてるんじゃないの？いやいや、そんなことして許されると思ってんのかお前。あのさ、アベルさんの許可を取ってからそういうことしてくれないか？お前らまとめて刑務所に入ってろよ。ということでお次は SCP-96、シャイガイを紹介するぜ。シャイガイ、その名の通りシャイってことでいいのか？幼女の施設と比べたら結構頑丈に作られてるわね。この SCP は前回紹介したイナミちゃんぐらい有名なやつですね。シャイガイのファンという方は少なくないんじゃないでしょうか。へえ、そんな有名な SCP なんだ。でもこれだけ厳重っていうことは、それだけ危険ってことなんだよね。危険といえば危険だけど、
別にシャイガイを視認しなければいい話なんですよ。あれ、どこにシャイガイってやつがいるの？中にサラミ箱みたいなのが設置されてるけど。シャイナガイちゃんはこの箱の中に保管されてます。ぜひともそのお姿を目に収めておきたいよな。そこまでして見られたくないってどういう見た目してるんだ？え、なぜか別の SCP の紙が落ちてるぞ。うん、全くもって意味がわかりませんね。んじゃ、このセルをぶっ壊しちゃうぜ。あ、あの奥で座ってるのがシャイガイなの？見てるけど何も起きないじゃん。あっべー、この状態だと死人判定になってないのか？それともシャイちゃんが俺に心を許してくれてる？バカなこと言ってないでもっとブロック。何？お、おいおい、ちょっと場所移動しただけかよ。マジで全然気づかれないんだけど。ああ。ええー、やばくない？うめき声が聞こえ出したけどどうなるの？ああ、これは完全に切れちゃってますね。シャイガイは顔を見た者をどこまでも追い詰めて殺しに行くんだよね。つまり、あんたが死ねば解決ってことなのか。よしアベル、殺されてこい。もうちょっと感傷的になったりとかできないんですか？まあ、シャイちゃんを見た者は 100% 逃げることができないんだけどね。一緒の部屋にいる職員はすっごい平然としてるけどな。でも、上空とかにいたら殺されないんじゃない？俺もそれは考えはしたけど。ああやばいやばい、完全に切れちゃいましたね。あ、別にここのブロックを破壊するわけではないんだ。ずっとここに閉じ込めてたら安全じゃん。いや、シャイガイに殺される恐怖を抱きながら俺は生きていくんだからね。はは、フル装備でもこの攻撃力だぜ。こういう厄介な奴に対抗できる SCP っていないの？ SCP 同士がぶつかり合ってどうなるのか知らないけど。実際に SCP 同士をぶつけ合うっていう実験はあるにはあるよ。でも、こいつはそっとしておくのが一番だからな。まあ、見なければいいだけだからね。体力的に考えても勝てるような SCP にも見えないし。いやー、ケテルクラスのアベルさんでもこいつには勝てないだろうね。アベルさんもとっても強いんだけどな。あんたじゃなくて SCP のアベルな。ああ、ちょっと離れたところで怒りは収まってないわね。仕方ない、ここは俺が大人になろうじゃないか。俺が死ぬだけで、全てが解決なんだろう。おう、わかってるなら早くしろよ。今か今かと見てるみんなも期待してるからね。それでは痛くない程度にお願いしまーす。ごめんみんな、俺またあいつを怒らせちまったみたいだぜ。いや君はざとやってるよね。まあ、あんたの命一つで解決するから大丈夫か。いやすでに命一つ。待って待って、ガラスは破壊できるとか聞いてないんですけど。ああ？よかった、これでひとまず解決だね。はあ、見たらダメとか動画的にどうしようもないですやん。あれ？え、がっつり見てるけど特に何も起きないぞ。もしかして、見られることに対して耐性ができたんじゃない？そうかそうか、やっと俺たちのことを理解してくれたのか。アベルさんが理解者第一号ってことですね。普通に座ってるだけだったら別に怖くないわね。これならこの子もセーフに下げられるよ。うへへ、アベルによってセーフに下げられたと記載されること間違いなしだ。あ、へぇ。そうだよね、そんなわけがないよね。そんな簡単に耐性がつくわけがないのよ。シャイガイを救ってやりたかった。そんなわけで最後は SCP-106、オールドマンの紹介だ。幼女の次はおじいちゃんかよ。でも、ケテルクラスってことは相当危険なんだよね。ケテルの中でも相当厄介な部類だね。特徴としては、触れたものを腐食させ、どんな物質でも通り抜けることができるよ。なるほど、腐食と通り抜けができるんだ。いやそれ本格的にヤバい能力じゃない？だからこのように施設もすごいくたびれてるね。てか、能力的に見ればナロー系に出てきそうなやつだよな。確かに、その能力を持ってたら普通に無双できるだろうし。いや、通り抜けができるやつを収容可能なのか？施設の構造を複雑にすることによって、おじいちゃんの頭を混乱させて脱走しにくくしてるみたいだよ。へえ、そういう方法でしか収容ができないんだね。それじゃあここから脱走させたら大変な子。おい。うへへ、ここのブロックはすり抜けられないんだろ？でも、通り抜けてるところが見たいし出してあげる？そうだね、逃げ回るのはアベルなんだし、ここから出してあげましょ。あれ、今無責任な発言が聞こえた気がする。ということでおじいちゃんを解放してあげました。うわ、本当にブロックすり抜けちゃったよ。こいつこそどこまで逃げようが無駄なんじゃないの？まあ、シャイガイよりも危険度は高いからね。けどさ、オールドマンってかくれんぼにおいて最強だと思うのですよ。隠れてる場所の壁から急に出てくるとか怖すぎない？もうこの施設の扉や壁も何の意味もないし。こいつは何回も施設を脱走してる常習犯だからな。でも、脱走された後よく再度収容できてるわね。ああ、こいつをおびき寄せるおとりがいるんだよ。おとり？そう、オールドマンは人間の泣き叫ぶ声を好むからね。施設内でその泣き叫ぶ声を出させてオールドマンをおびき寄せる。はぁ、そんなところで待機してるとか何考えてるんだよ。マジ心臓止まる、マジ心臓に悪い。なるほど、そういうことだったんだねアベル。へぇ、自らが叫ぶことでオールドマンをここにおびき寄せたんだね。いやぁ、アベルさんの天才的な行動に気づいちゃったか。